安徳駅は長崎県島原市北安徳町にあった島原鉄道島原鉄道線の駅である短式ホーム一面一線を有する高架駅。ホームは線路の北西側に設置されている。1997年4月の災害復旧によって地上駅から高架駅に移行した。ホームの背の深い方から地平に至る階段が降りており、これが駅の出入り口となる。 駅舎はなく、ホーム上、階段のすぐ秩父が、裏方に待合所が設置されている。無人駅となっている。駅の北側と南側に人家がある。西側は大半が畑である。ホームの下を小さな川が流れている。駅の背の深い方で、島原鉄道の線路は、水無川を安心大橋で渡っており、ホームからもこの橋を望むことができる。 営業最終年度である2007年度の年間乗車人員は1932人、降車人員は13,271人であった。廃線後の現在も駅及び安心大橋は損置されており、付近を走る国道251号などの道路からその様子を見ることができる。ただし、駅入り口にロープが張られているため、駅内に行くことはできない。 第56版長崎東経年間長崎県島原鉄道百年市島原鉄道2008年141ページありがとうございます。